はい、えー、今回ですね私の大好きな与沢翼さんの名前が出てましたんで、まあ、動画の方見させていただいた部分もあるんですけども与沢さんはね天才すぎて私は何も学ぶところがないって逆に思ってますね。で与沢さんのやってることとか考え方って学んでも到達しないってことが分かるだけなんでもうねそういうあの雲の上の人がいるんだなっていう風に感じるだけですだからあれは手を出さないって感じですね。だから与沢さんに 学ぶことっていうのはあんまり私は思ってないんですよもちろん私の力量で学べるところは少しずつ学んでますけどもうんそのねなんか完全コピーとかはできないですよねでもできるところはあります例えばあのセルフバックってものは私は完全コピーした上に自分の経験に基づくオリジナリティをプラスアルファしているわけなんですよで与沢さんに関しましてはあやっぱりねあの集中勉強っていうんですかね一日 16時間それだけをやるみたいなことをねこれはもう完全にこれは私はコピーできますあのどんなことも寝る時間以外全部それにぶち込んだらまあ一定のレベルには達するかなと思いまして FX は手に入りましたでその他のこともねやっぱり与沢さんから教わることで私があまあまねできることっていうのは 1一個のことを集中するってことですよねで結果を出すってことですまあ、その結果私は1個1個結果を出してきて不得意分はなくなったわけなんですけどもあのその他にもねそのオリジナリティってのが私は最高だとも思わないんですよオリジナリティがうまくいく人もいればオリジナリティがうまくいかない人もいてでそれをあの見極めてあげるのがコンサルだと思うんですよね だから自分がこの方法で成功した、この人がこの方法で成功した、だからあなたもそれをやりなさいっていうのは、これは私、コンサルでも何でもないと思うんですよ。単なるスパルタなんですよね。まあ、単なるもう、なんかこう、パワハラと言っても最近の言葉でいいかと思いますけども。やっぱあの A さんっていう個性とか、A さんっていう得意不得意とか、A さんの資金とか、A さんの余剰時間とかね、体力とか根性っていうのを見抜いた上で、その人なりにカスタマイズしてポンと与えてあげるのがコンサルだと思いますし、あの、誰かの方法をあなたもやりなさいって言ったら結果の保証もしないといけないんですと思うんですよ。で、私はそういう意味で、セルフバックは結果の保証ができないんですよ。なぜなら、続かない人がたくさんいるっていうのが分かってるからなんで、最初の一件ってのはみんなやる、ほとんどの人がやるんですよ。 それは保証できます。それは私が、あの、この前もそうですけど、静岡に行って、自費で静岡に行って、その人にセルフバックの1件8000円の売り上げを上げるためだけに行って、上げたらすぐ帰ってきたんですよね。で、これで私の自費でやってるわけですよ。5万円ぐらいかけて、交通費かけて行ってるわけなんですけども、8000円を稼がすために5万円かけていく。それはね、お金のことをどうこう言うんじゃなくて、そのぐらい私は、あの、最初の1件は誰にでも実現さす、この、なんですか、ね、自信はあるってことなんですよね。でも、セルフバックを、 10日間連続でやるかかどうかに関しましま私はもう10日間通うわけでもないですから多分ほとんどの人がやらないだろうなって思ってるんで結果の保証はしないってことなんですよね。で私の結果の保証ができるものっていうのは例のやつなんですよ。これは作業がない上に元金があればそれがどん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 増えてで毎月毎月振り込まれてる形なんで何もやることがないんで私もサポートがあんまりいらないしそれからもうその人の気持ち一つなんですよね。やろうかやるまいかっていうのと気持ち一つ度胸一つなんで度胸がある人は結果をもたらす。 結果をもたらさなないってことだけなんで私はそういうところはねそういうふうな結果がまるまる同じものに関しましてはあまあ何て言うんですかね、まあ、まあオリジナリティいらないから学べってことになるとやれってことになると思うんですけどもそのほかのことはねなんかねその成功例をなぞったところでうまくいかないしオリジナリティを追求したところでうまくいかないしもう何のかんの言っても再現性はないんで私は何かね、あのー、教育することに対してもうお金を受け取るってことがもうできない かなと思うんですよ、うん、もちろん結果の保証がなくてもいいよっていう分野に関しましては課金することはありますけどもねだから即果塾ってのは稼ぐことを目標にしてませんよと結果的に稼げる人が8割以上生まれてるけどもそれは結果としてなんで私が即果塾に入る前に約束したことではありませんというのは最初に断ってるわけなんですよね結果的になんですよだからたまたまうまくいった人を引っ張ってきてこういうふうになりますよっていうふうなのは単なる煽りだと私は考えてるんでやらないフェーズに入ってます最初はよく分かんなかったんでそんなもんかなと。 うまくいった人が一人でもいたらその人を祭り上げてみんなをその気にさせればいいのかなと思ってましたけどもだんだん考え方が変わってきて今はあほとんどの人ができないっていうことを知っているのにほとんどの人にそれを当てはめようとするっていうのはまあ、いまいちね、えー、私のできるようなことではないかなともちろんやってる人を批判することではないんですけども私のそっからと言っそういう風うな運営じゃないかなというところでまあ、それがねある意味受けてると いうことなのかなと思いますけどねはいじゃあまとめになりますけども私は与沢さんのことすごくね尊敬してますしすごい方だなと思いますうん、それは今日の時点でも結果が出てるってことが常に言えるからなんですよね理想を語って今頑張ってる途中目的に向かってる途中ですよとかそのうち状況良くなりますよってことじゃなくてどのタイミングで切ってもすごいんですよ知り合ったと知り合ったというか知った時から だからすごいなと思いますよね。ですから私も自分に課してるのは今日の時点でどうなのかなってことをいつもいつも自分に問いかけていてでいつもいつもその熟成に問いかけてるのは この人すごいんですよあの人すごいんですって言うのはいいけどもじゃあこの今日の時点でその人はどうなんですか含み益なのか含み損なのか実質的な利益なのか実質的な借金を抱えているのかってことを見るとお金に関して言ったら単純な評価できるよねってことになってるんですよねまあ、与沢さん75億の資産を持ってるっていうことがあるんでそれに裏付けられて与沢さんの言うことってのはかなり重みを増してきてると思いますし私は資産がなくったってこの考え方はすごく好きだなと思っているところもあるんですよねまあ今与沢さんの情報を受け取ることはないですもう自分の 内だからね何か映画から学んでるかなっていうところですよね映画とかアニメの DVD を見てそっからね、えー、学んでるというなんかよく分かんない状況になってきましたけどね、はい、では今日もね3本の動画をお送りできて本当に良かったなと思いますこれからもよろしくお願いしますいよいよね940話を超えてこの1000話に向かうところですよね1000話からは例のやつが始まるんで楽しみですねでは失礼します